さあ、やってまいりましたヤングタウン水曜日 A グループです。お願いします。お願いします。小島健です。福本です。お願いします。いえ、なんか重鎮みたいな始まり方したな。はい、始まりました。 A グループです。ベテランですか。そんな感じでした。もうやん、福本さん久々やから。あ、久々やねんな俺多分。そう、なんか大勢自体が久々な。俺1ヶ月ぶり、まあでもそんなもんか。ああ、大体大勢と俺がやるのが久々やから、そんな1年で。お前、そう、前は A グループの福本大成ですって言ってたのに、はい、A グループですって。めっちゃ嫌なやつや。1年ぶりで、あ、1年間で変わってしまった。めっちゃ嫌なやつや。ちょっと忘れてた。やり直していい。じゃあちょっとやり直す。やり直す。そうやな、こっからちょっと使ってもらおう。今までのはちょっとカットというか、なかったことに。なかったことに。みんなさすがにツン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 頭くんでも無理か。それは無理か。編集技術があったとしても無理、無理っぽいな。ちょっとでもやるだけやるわ。 OK。ポチッとポチッとポチッと M ラジー、どうもー、 A グループです。お願いします。お願いします。 A グループの小島健です。ヤングタウン水曜日やってまいりました。今回担当するのは福本大成です。と、福本大成と小島健です。お願いします。お願いします。小島健って2回言いました今。改めての方でもう2回言ったので、トータルで3回言ってます。2、3。お前1分か、まだ1分半や。お前な、やめてや、そんな、まだ1分半か、みたいな。いや、ちょちょちょ、俺が2、3分って言ったけど、まだ1分半やったっていうだけやから、全然そんな、時間体制取るから いつもより長く感じるみたいなことは。ああ、ではない。ではないです。もちろん。早いよ、むしろ。あ、早い。時間、ほん。あら。次の早い。15秒ぐらいと思ってたもん。早い。もう2分経ちますから。うん、遅ないそれ。え、ちょ、15秒やと思って1分半経ってたらあかんや。なんでいいや。早く感じてんね。むずこの話。何言ってんねん。もういや。何言ってんの。やんた久しぶりやから難しい。やんた久々やから難しい。そんな難しいもんちゃいますよ。え、今日何してた。今日どうやったんですか。それこそ今日これ初仕事。俺今日これしかない。あ、本当。僕もこれ初仕事というか、まあ、初雑談というか、うん、仕事やって雑談というか、これ仕事やから、うん、まあ僕は今日あれですよ、ついに見に行ってきました。え、何。いや、もう何とはやっぱ言わんけど、はい、何とは言わんけど。もったいぶるやつや。うん、ああ、もったいぶるやつや。まあ、ヒント与えるとしたら、てれてーてーてれてーてーてれー。ああ、なるほど。そう。わかりましたもん。そうそうそう。答えやけど。ちょっと行ってきました。あ、行ってきた。これちょうど僕2週間前ぐらいにやったんださせてもらって、あの、まさかのくんとね、うん、やらせてもらった時に、ちょっとスタッフさんと喋ってて、うん、スタッフさんが全員面白いと。おぉ。言ってて、すごい、ちょっと見に行ってきて、早く行ってきて、うん、というので、本当に今日ちょうど、この前、うん、僕も空いてたんで。で、見に行ってきて、うん、めちゃめちゃおもろい。そう。何あれ。すっげえおもろい。見たいな。コナンさんね。言ったやん。コナン。はい、言ったやん。名探偵江戸川コナン。なんで言ったん、言わんでもよかった。名探偵コナン。めちゃめちゃ面白かったで。ほんまに。いや、何あれっていう。まだ言われへんもんな。そう、言われへんねん、あれ。もう全部言われへんねん、これ。てか、スタッフさん話のネタないん。俺の時もコナンおもろいって言ってたね。あ、そうなの。まあ、会う人全員言ってんじゃん。だからそれぐらい面白いんですよ、でも。あ、俺も言いたいもん。広めたいもん。あ、ほんま？そう。俺も言いに行こうかな。お、行きや。待って、行こうじゃん。俺、うん、いや、でも2回目全然行けるぐらい。マジ？もう普通に、全然行きたいと思った。なんなら、うん、ちゃんと細かいとこを2回目見たいって思えるぐらい。ああ、そうかそうか。すごくて。楽しかったなぁ。決まった。めちゃめちゃ。え、今日、え、あ、また、うん、そうやな。あったら行きましょう。あったら行こうか。あったら行こう。まあでもそれこそあさってなったら僕ちょ、今月映画マンスなんですよ。何それ。映画マンス。映画マンスで。聞いたことないです。映画マンス。映画マンス。小島県の映画マンスがやってきてまして、まあ、それこそ先週あたりに、スーパーマリオブラザーズ。うわぁ、いいなぁ、はい、それも見に行ってきて。面白かったよ。めっちゃ面白かった。もうこれもあんまその言ったらあれやからあれやけど、うん、面白かったよ。なんかゲームでしかさ、うん、てかゲームやん、やっぱメインは。そうやな。漫画とかも読んでたけど昔、うん、それこそコロコロとかにも入ってて、はいはい、読んでたりもしてたんですけども、またちょっと違うというか、もうその1時間半ぐらいかな、うん、1時間半2時間ぐらいでもうこんな話やったんやみたいな。そうそうそう。マリオとルイジって、あ、こんな感じで、あ、こうやってクッパと会うんや、みたいな。そうなんや。そう。めっちゃ面白そう。そうそうそう。なんか予告だけやったらさ、そうそうそう。なんや、ニュースーパーマリオブラザーズ、うん、と、あとマリカのシーンとか。あ、マリカのシーンもありました。だから混ざってるから。そう、もうなんか全部いろいろもマリオのいいとこ詰めをギュッとして。ほんであれ、その、もっとさらに行きたくなるポイントが。うん。ありまして、大成さんの、はい。あれ、まあ、海外で作られた作品じゃないですか。うん、で、日本語でこう、訳すわけじゃないですか。うん、まあ、字幕もそうやし、うん、吹き替えもそうやけど、うん、吹き替えとかで訳してんのが、まあ、ちょっと僕らがめっちゃお世話になってる、ヨーロッパ企画の上田さんなんですよ。うん、え？
上田さんがやってんの。そうそうそう、上田さん、すごい、そうそうそう、何してるの。そうそうそう、何してるの、仕事してんねん。めちゃめちゃすごい仕事してんねん。すごそう。え、マジで。そうそうそう、なんかだからちょっとまあそれも僕聞いて行ったんですよ、うん、それ聞いた上で見たんで余計なんか、うん、そのなんかちょっとヨーロッパさんっぽいというか、うん、それこそ今年のね年始とか舞台やらせていただいてたんで、うん、ヨーロッパさんの諏訪さんの元で、うん、なんか面白いよすごい、ヨーロッパ節聞いてんねや。めっちゃ、え、めっちゃというか、うん、でも多分知ってたら分かると思う。あ、ここちょっとヨーロッパ節聞いてない、うん、なんかヨーロッパ節というか面白いってなる、だから逆に海外の方どう訳したんやろうみたいな、なんか面白かったんな、ちょっと見てほしいな。え、見に行こう。これちょっと見て終わってから言いたいな。またやっぱネタバレになっちゃうから。うん。あれですけど。じゃあマリオも一緒に見に行こう。マリオも行くん俺。俺だから明後日映画マンスやから、うん、明後日にももう公開する映画があるわけですよ。うん、あ、そうなの、見に行きたいやつは、ね。ワイルドスピードが。来た。来たよ。来ました。来たよ。小島さん、ワイルドスピード大好きですか。ワイルドスピード大好き。もうワイルドスピード人生変わりましたから僕は。うん。もう早く行きたくてたまらん、あと2日後。ちょうど神奈川でライブやってる時ですから、僕が、うん、まあ、出てなかったらそういうことと思ってください。皆さん。神奈川のライブに。ワイスピを取ったのかなと。あかんやろ、それも。いや、それは分からへん。ちょっと一回交渉して。まあ、どっちも大事やから、うん、ちょっと分からへんけど。どっちも天秤にかけて一緒の重さなんで、うん、公開初日やっぱ見たいっていうの思いはあるんで、僕止めます、それは僕止めます、今日なんならもうついてきますわ。あ、ほんま、小島さんのルートに。あ、じゃあ見る一緒に。そっちに行かそうなりますよ。そっちに行かそうなる、俺絶対止めるから。あ、ほんま、うん、まあライブや、そうやな、ライブやってますけども、うん、そうだからそれも見に行くから、じゃあ俺計5回は見に行かなあかんのか。そうやね、じゃああと2回、あと3回行かなあかんのか。 YSP もでも2回見るから、うん、YSP を2回見るから2位。2回見の2やもん、なんかかっこやもんな。かっこええな。なんか、ほんまに好きなんやってなる。え、大勢は今日何してたんですか。俺今日は、映画でしたけど。今日東京から帰ってきて。あら、あらあらあら。そう、今日帰ってお忙しいですね。うん。で、昨日、あ、なんか、運命的な出会いしたわ。え、何それ。その新幹線の駅向かってる途中に、うん、なんか、一方通路、なんていうの、まっすぐ行けばまあ駅に着くねんけど、はい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 、なんかおもんないなって思って、はいはい、まあありますよね、そういう気分の時、ちょっとずれて行ったら、うんうん、めっちゃ行列できとって、何これみたいな、なんか焼き鳥、はあ、なんかめちゃめちゃ多分地元で有名な焼き鳥屋さんみたいなところで、うん、あのご飯食べた、ほうん、なんかすごかったで、なんかそんな大阪東京東京東京で、なんかすごかったな、なんか俺ピン刺したもん、マップの、もうまた行きたいから。へえ、なんかね、定食と焼き鳥丼みたいなのがあって、はいはい、目の前で焼いてんねんけど、なんか和風やねん、はい、全部、うーん、雰囲気が、店の和風、そう、定食屋みたいな感じ、そうそうそう、いや、もっとなんか旅館みたいな、へえ、高級旅館みたいな、あ、そこも、あ、でも畳のとこもあった、あ、そうなんや。んで、最初に出てくんのが鶏ガラスープやねん。へえ、もう多分スープ、その鶏ガラ取ったやつ、うん、で、それ飲んで、焼き鳥5本、何々、何々、ささみです、ネギマです、とか言って、まあ、ってだけなんやけど。ええな、でも焼き鳥。美味しかったな。焼き鳥、まさかとさんすげえ行きたかったんで、連れてってあげてくださいよ、そこ。二人で。まさかとさん、まさかとさん、はい、はい。まさかとさんも会うごとに結構言うんで。まさかとさんか。焼き鳥行きたい。焼き鳥がほんまに好きで。そうやな、あれは。好物が焼き鳥なので。わっさんと焼き鳥行ったことないな。え、俺も前行ったよ、一回。え、そう。差しで。そうそうそう。え、行きました。でも僕めちゃめちゃお腹壊してて全然食べれないから、うん、そうなんなら最初の、うん、最初もう店着いた瞬間僕はもうお手洗い行って、うん、そう20分ぐらいお手洗い行って、そう、まさ一人で飲んでました。帰ったらもうすぐ2杯目行ってました。マジで、うん、めっちゃおもろいやん。俺も最近もうごめん、先食って飲んどいてって、うん、あ、そうね。いや、マッサン、誘い方グイグイすぎるから断ってまねえな。グイグイやから。そう、グイグイすぎてさ。なんでなの？グイグイすぎて断ってまねえ。グイグイやん、マッサン。なんなんそれ。グイグイ来られた方が楽やん。え？来られた方が楽じゃない？むしろ。いやいや、なんか怖い。何が？マッサンのグイグイが。グイグイ来た方が行きやすいけどな。うん、マッサンのグイグイが怖い。マッサンがだから誘うの下手なのかな。でも俺ライブ終わりさ、俺ら集まったりするやん。はいはいはい、ノリでな。もうその場のノリで。ありますね。飯食うだけとか、ね、今日ちょっとそう飯集まってちょっと食うみたいな、うんうん、マッサンのタイミングがいつもおかしいやん。おかしかったな。めっちゃハードな日にさ、なんか、うん、今日どうみたいな。そうやな。いや今日は寝るやろみたいな。朝ちょっと雑誌やって、昼というか夕方夜までライブあって、ってでそのライブ終わりに、そう2公演終わりにちょっとまた雑誌みたいなの終わりに、
マッサンはね、そう、ちょっと今日飲まへんみたいな。そう、いや無理で、次の日も雑誌ライブ、雑誌とライブに行くあったから、朝からまた稼働やったから、そう、いや今日は備えた方がいい、そうやな、ちょっと全然寝た方がいい時でしたよ、ね、いやまあそう、その前日は集まったけどさ、確かに確かに、そうやな、うん、そうやね、だから一日ずれで集まろうみたいな感じでずれたよな、マッサンとちょうど前、俺ら二人とマッサンあれ変やったな、変やったな行ってあげてよかったのに、ちょっとでも、え、大勢、いやだから、いや集まるとき集まりやん、でもなんかその日あれですやん、まあそれこそさっき言ったみたいに1日目に俺らが集まって、うん、それもでも10分くらいやったのあれ、あそうだから、それ2日目や、1日目は結構がっつり喋って1、2時間おって、うん、で次の日にマッサンが集まろうって言って断った日に大勢小島の部屋来てますからねホテルで、そうそうそう、はい、それやで一緒にちょっとだけ YouTube 見てみたいな、そう YouTube で、まあ、10分20分の話ですけど、でもその10分20分マッサンのとこ行ってあげたら、いやいや約束してたから、それ小島と、いや約束して全然マッサンの方が先やった、ちなみに、え、そうなん、そうそう、だって俺それ知らんわ、俺それ知らんわ、めっちゃ言ってたよマッサン、そうだからもう聞き流してても聞き流してムーディー勝山さんしてても、もうだいぶ聞き流しててんねん、そうだいぶマッサンの話をムーディーさんしてて、大勢左へ聞き流すって、そう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 、申し訳ないな、してて、あそうなんや、そうそうそう、めっちゃ聞き流してるかも、めっちゃ聞き流してたで、じゃあそれめっちゃ俺悪いやつやな、いやいや別に悪くはないよ、聞き流しマッサン断ってんのに、うん、マッサン俺目の前で小事件と、そうそうそ う, そうマッサンの目の前で俺のこと誘うから、俺何言ってんのこいつ、一緒に見ようみたいな、そうそうそう俺も全然いいけどって、俺も見たかったから YouTube 全然いいよって、でもあれマッサン、マッサン断ってんのに YouTube 見んねやマッサンの気持ちよな、なんだこう申し訳ない、ええー、ってなるよな、でもなんか言いにくいしな、そんな実際目の前で学校とかでもなんか、うん、自分が誘って、うん、無視されてたけどちゃうとこで行くみたいになったら、うん、あ俺も入れてやってちょっと、うん、むずいもんな、言いづらい、一言目言いづらい、そこやな、言いづらいな、マッサンに申し訳ないなマッサン、でも一回マッサンと俺と、はい、小次元とリーチャ君で一回集まった、ありましたねホテルで、超謎、うん、1、2ヶ月前ぐらい4人でだから佐野と末澤以外で言うと集まったわけですよね、4人で、あれもマッサン楽しかったね、あれはでも楽しかった、うん、マッサンもなんか嬉しすぎて全部怒るでやってたもんな全部こう買いましたもんね我々しかも絶対めちゃめちゃ買ったでもな、俺だって自分やったら買わんもんとかめっちゃ入れたもん、いや俺もめっちゃ入れた、顔入れたけど笑ってるんですよ、まさかさ今日は楽しくなりそうやマッサン、マッサンかわいそうやな、そうだ、不憫ですねマッサン、不憫や、でもあの笑顔は忘れられへんの、忘れない、だからもう次だから集まってあげてくださいよ、次言ってくれたら行こうかな、あ決定、もうそれは次行こう、現地取りましたからね、いや神奈川か、神奈川かわかんないですけども、それは、あそっか北海道、でも北海道か神奈川、いつ行けるかわからんから、うん、いやもう その大阪でもいいや、大阪で2人で久しぶりに、あ大阪でも、あ確かに、そうもう誘われたら行くっていうルールな、うん、マッサンに大勢は行こうか、でも俺マッサンと普通に行ったりしてる、まあたまに行くからな、私はその否定の仕方がガチやねんお前ガチすぎて全部がめちゃめちゃかわいそうなこれマッサン映れやん、いやいやマッサン普通に行くからいやその一応 ねんなんか言い過ぎたらフォローがガチなってるわ、みんな勘違いされても、うん、いやほんま勘違いせんとってほしいけど、ほんまに2人で行ったりもしてますから、大勢も行ったりしてるんですか、そう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 、全然それはありますから、ただまあ少ないっていうだけで、マッサンがタイミング悪い、うん、俺たちと比べたらっていうだけですから、別にマッサン人の見てやりたいって、そうそうそう、人の見てっていうかタイミング悪いから人が前の日に飯行ったって聞いてあじゃあ今日行こうってなるタイプですから、いやいや昨日行ったんでってタイミング悪いだけから、面白いな、まさかの話、うん、マッサンでもマッサン確かこの寿司言ってくれてたな、寿司誘われたんですか、寿司誘ってくれたな、すごシースですか、俺が最近よう大悟とかと言ってたとこあんねんみたいな、シース、シース、なんでシースってちょそれなんなん、増えた方がいいかわからん、いやいやノリで言ってるだけですから、ね、無視してください、シース、言ってた、シース行きてえな、シース行きたいな、シース行きたいな、なんか海なんかフラット寄ったところがめっちゃ高いとこみたいな、ああめっちゃかっこいいな、悪くないですか、あるある、いやかっこよくないね、え、だからちょっとしか食べられへんくて、ほんまに4貫ぐらいだけ食べてもうビビって、ああ食われへんかった、実際あった話、あった、ああそういうことね、あって、そうそうそう。フラット行ったら高くて、フラット行ったら結構値段がすごくてでも頼まんわけにもいかんしなっていうので、そうやな、とりあえず4巻ぐらいって言って出ました、はい、マジで4巻で終わったの、4巻行きました、あとは友達2人ぐらいおったのかな、うん、ですけども、その時はそうね、4巻ぐらい、4巻ずつぐらいって払って、向こうの人びっくりやろ、うん、でもまあちょっと
いや、ほんま値段も言うのも、まあどことか言わんからあれですけど、うん、1万でお釣りちょっと返ってくるぐらいだったんで。え？ 1 人4巻、4巻。逆にその、選ばれた4巻は覚えてる？何食べた？うわぁ、なんやった。それでもその中で結構。でもめっちゃ大事じゃない？この4巻は。なんだっけな。いや、俺はコーンが好きなのよ。寿司は一番回転寿司で別にええもんな。俺だから、だから回転寿司行ったら、うん、基本12皿とか、まあそんぐらいですよね、うん、平均のうち半分以上、いやだから7、8皿はコーンなんです、うん、私そんなに本当にコーンで始まってコーンで終わる。ええー、絶対に。いや好きなんしてたけどそんな食うよ。え、だってさ、いや、わかんねえ。俺別に否定とかせへんけど。うん、それ否定されたら俺もなんでやねんってな。なんでこう否定されなあかんねん。なるけど。うん。でもまあ、寿司屋行ってるわけやん。コーン寿司やないか、だから。コーンの寿司屋。確かに、そうやねんね。ほんまうまいねんって。いや、うまい。俺もわかるから、わかんねんけど、うん、それやったらもう家で作っちゃえばいいやん。もっと安くで作れるやん。いや、ちゃうねんな。同じの作れるかわからんけどさ、違う違う違う、似たものは作れるわけやん。違う。そこで食べるコーンが美味しいよ。うん、回転寿司、回転寿司とかその寿司屋で食べて喋りながら食べるコーンが美味しいよ、ね。うん、だからずっと口の中からコーン見え、喋ってたら見えてると思う。ずっとコーン入ってるから常にほんまに。コーン、オニオンサーモン、コーン、オニオンサーモンみたいな。オニオンサーモンは好きなんですよ。オニオンサーモン大好きです。そう、あとほんまにあの、うどんね。かけうどん。あ、かけうどんがいいんですよね、あれ。平日限定の。ね、いいね。あれ土日に行ったらないんですよ。そうやな。しかも値段も安い。うん。わかる。あれはいいんですよ。僕かけうどんも2杯食べたことありますよ。全然。ああ、そうやな。うますぎて。うん、うどんと茶碗蒸し絶対な。でも昔行ってたよな。それこそ大勢と長ちゃん。行ってた。なにわ男子の長尾くんね。長ちゃんとかと。行ってたな。あれなんか。回転寿司行ったりしましたね。俺めっちゃ覚えてるわ、まだ行った話。なんか行きは、はいはい、歩いて行って、うん、めっちゃ長くて、はいはい、なんか長いなみたいな。ありました、ね。こんな遠かったみたいな。うん、なんか小事件がこんな遠かったみたいな言ってたの覚えてんねん。うん。で、なんか俺ここ結構来てるけど、こんな遠かったっけみたいな。で、なんか俺が行ってたとこやった。変わったみたいな言ってて。で、長かったんやけど、なんか、小事件が、あ、行き道に小事件が、でも帰りは早くなるからな、みたいな。はいはいはい。なんか言っとって。で、実際ほんまに帰りはめっちゃ楽しくわーわー喋って、あ、もう駅着いたみたいな。そう。で、帰り道早いっていう法則を小事件が言ってた、めっちゃ覚えてる。でも僕もそれはもうあれですよ、もう高校生中に悟ってますからね。あれ悟ってた、悟ってました、はい。高校生中に？高校生の時には悟ってたんだ。うん。あれそうそうそう。めっちゃ覚えてんねん。帰り早い法則な。そう。楽しかったっていう時間やもんな。そう。あれ、確かに。エモかったな、あれマジで。そうやな、今思ったらな、うん、あの時はほんまにただただ寿司食べてただけやけど。そう。今では何喋ったかとか覚えてないですけどね。もう覚えてないね。なんかそれこそあのスノボー行って帰りに回転寿司食べたり、うん、そうね、あのレンタカー返したところの近くにあってちょうど回転寿司、そうレンタカーで、あんなも今もた青春やな。青春やね。ほんま大学2回とかでしたからね我々が。そうやな、まだ10代 20成り立てぐらいの時に、うん、俺ら結構青春の塊みたいなとこあるからな。塊なんや俺ら。青春エモいの代表やで。いやそれはそうやわな。もう日本代表するくらいの、うん、いやそれは全然そうやと思うわ。ほんまに青春とエモいに関して俺ら結構無限化してると思ってるから。青春会作れんもんな俺ら2人で。作れる。1時間半青春の話で埋めれんもんな。、うん、確かにな。あれ青春やったらほんまにレンタカーギリギリ時間ギリギリに返してみたいな。そうやエモい。夜遅い、飯食うのもめんどくさいなみたいになったけど、うん、ちょうど回転寿司が近くあって夜みたいな。エモいね。ほんまただただエモい話だよ。いや、この今日のやってもエモくしていきますか、じゃあ。していく？していきますよ。オッケー、任せて。じゃあ、タイトルコールいっちゃいますね。はい。MBS! ヤングタウン！改めて福本大成です。小島健です。はい、ここで先週の放送でお伝えした通り、今夜はこの後答えてスッキリええやんたんキッチンアワハイタークイズ検定を開催します。すごいスペシャル回だ。ル回、エモいぞこれは。エモいね。エモなるんちゃう。エモエモ企画です。そうなの。激レアノベルティええ、うん、やんたん特製ステッカー7枚フルセットも当たるチャンスです。自分で激レアって言わんけどな。あんま自分の名で激レアにしてるだけですからね自分たち。もっとガバガバでもいいわけですから、ね、でも皆さんもう当てたらこうもらえるチャンスありますか。7枚フルセットですかね。7枚フルセット。基本だってこのいつもやってるやんたんやったら1枚、はい、多くて1枚でしょ、ね、そうです。なかなかこのチャンスを逃すな。なかなかちょっとみんなチャンスやと思いますか。お前頑張ってください。狙ってください、はい。
メールアドレスは ys@mbs1179.com。 放送を聞いての感想をどしどしお寄せください。ツイッターはハッシュタグ A やんたんでたくさんつぶやいてください。はい、それではこの後11時30分までお付き合いください。ここで僕たちがアンバサダーを務めるキッチンアワーハイターからお知らせです。ハイターにはいろんな種類があることを知ってますか？カビハイターにパイプハイターにコンバンワイパー。ワイパーはありませんが、なんとたくさん種類があるんです。そんなハイターからシュシュッと簡単に除菌できちゃうキッチンアワーハイターをお聞きのあなたにプレゼント。詳しくは A アンタンの番組公式ツイッターをシュシュッとチェックしてください。シュシュッとすれば素敵な気分、心ウキウキ。僕たちはイエスキッチンアワハイター。答えてスッキリ、やんたん、キッチンアワハイタークイズ検定。このコーナーは我々 A グループがアンバサダーを務めるキッチンアワハイターに関するクイズをお聞きのあなたに出題していきます。見事10問すべて正解された方の中から、なんと抽選で10人の方に A やんたん特製ステッカーをフルセットでプレゼントするという夢の企画です。はい、すでに A やんたん番組公式ツイッターからクイズが出題されています。これを引用リツイートする形で回答してください。今からでも間に合いますので、どんどん皆さん参加してください。どんな問題が出ているのか今から見ていくわけですが、小島くん、はい、分かっても絶対に答えは言わないでくださいね。まだ募集中ですから、もう送ってしまった人が不利にならないよう気をつけて見ていきましょう。わかりました。使用上の注意をよく読んで気をつけます。おう、爽やか。それでこそキッチンアワーハイターのアンバサダーや。それではクイズといえば僕ということで、福本大成が進行していきます。では参りましょう。第1問。キッチンアワーハイターのハイターはドイツ語、どのような意味でしょう？おお。A、晴れた。うん。B、夜の野球の試合。うん。C、歯が痛い。ほー。これは難しい。これも第一問からなかなか。確かに。だってドイツ語を知らないともうわからないし。確かに確かに。イッヒリーベディッヒやからね。うん。ドイツ語は。あ、そうね。うん。詳しいドイツ語。イッヒリーベディッヒやからな。知らんかった。イッヒ排泄健康島やもんな、俺は。あ、そうなの。うん。わからんから、うん、わからん。合ってるか間違ってるか。イッヒリーベディッヒやからな。あ、そうな。うん。ということです。まあ難しいですけど、皆さん頑張ってみてください。まあ、でもこれむずいな。難しいですよ。なるほどね。じゃあ10問あるんで、次いきますね。続いて第2問。キッチンアワハイターが取るのは、次のうちどれでしょう？ほう。A、ぬめり。うん。B、なまり。うん。C、にまり。これ難しいですね。A がぬめりか。ぬめりですね。A ね。A。なまりを取るとかね、まあ、確かにこれは方言の人とかからすると、助かることですよね。上京しに来た人には。ただキッチンアワハイターっていうのがコツですからね。クイズの。そこは大事ですよ、ね。味噌はあそこですからね。そうですね、はいはい。にんまり取るとかあんま良くないけどね。なんか、人。まあなんかもっと笑顔にさせるんだよね。にんまりってだってそんななんか、完璧な笑顔ではないから。まあ、キッチンアワハイターですから、ね。オーケーオーケー。じゃ続いて第3問。キッチンアワハイターが落とすのは次のうちどれでしょう？ A、着色汚れ。ほう。B、買ったばかりの財布。うん。C、君のハート。君のハート。めちゃめちゃいいグッズですよ。確かに。これあったらもうどんな恋愛でも一コロやっていう。一コロですよ。はぁ。それが果たしていいのかどうかわからないですけど。確かにね。買ったばかりの財布を落とすこともできますよ。これはでも良くないね。良くないですね。これは良くないでしょ。これは良くないですね。買ったばかりのというか、もう財布落としたくないですから。いや、まあ、A か C なんかな。いや、わからん、それは。そう見えて、うん、B ってクイズのね。ワンチャンね。ありますからね。まあ、A かもしれんな。なるほど、C かも。なるほど。じゃあ、続いて第4問。はい。キッチンアワハイターのアンバサダーを務める A グループが出演しているラジオ番組は次のうちどれでしょう？うん。A、MBS ヤングタウン。はい。B、ありがとう、浜村淳です。あ、そりゃ。C、こんにちは、こんちゃん、お昼ですよ。B、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 B。ちょっと。B、B、B。ありがとう、浜村淳です。うん。
浜村淳さんですか、うん、いや違う違う、それは A グループが出演しているってなったら B ちゃうかこれ。え、でもメンバーに浜村淳さんいます？メンバーに浜村淳さんいます？浜村淳さんおったかな、おったかなぁか。おったかなぁ。タイトルコールするとき、ありがとう、浜村淳です。どっちかがなんかありがとうって言って、二人で浜村淳ですっていう。なんか嬉しいことがあって、うん、じゃあ、今日のお便りです。このラジオをいつも聞いています。皆さんの活動をこれからも応援しています。ありがとう、浜村淳です。ってことじゃない、全然。それ何か今何の時間かわからない。今急になんか、お便り来た設定でなんか、ショートコントみたいなの始めだして、何の時間だろうと思ったけど、うん、全然違うけど、まあまあまあ。いや、タイトルコールの時にね、いつも MBS ってどっちかが言って、ヤングタウンっていう時に、うん、どっちかがなんか、ありがとう、浜村淳でーすって言ったら、タラッタラ、テテルって流れるイメージがあるんで。なるほどね。うん、MBS ヤングタウン。やっぱ言いにくいもん、これ。確かに言いにくいな、うん。だってカタカナと英語混ざってもんね。そうやな。これ分からんもんな。ありがとう、浜村淳です。口に馴染んでるもんな。確かにな。幼稚園児やったら MBS ヤングタウンは多分呼ばれへんと思う。確かにな。英語をまた習ってへんから。じゃあこれ。そうやったら浜村淳って感じの方が多分、浜村淳さんの。そうね。そのぐらいやっぱもう50年やってますから、うん、今年で。この番組。ありがとう、浜村淳です。いや。ありがとう、浜村淳ですの可能性が、これは高いかもしれない。いや、俺は B 推しかも。この問題に関しては。わかりました。はい。すいません、浜村淳さん。すいません、失礼しました。今度挨拶させていただきます、本当に。挨拶しっかり行かせていただきます。すいません。続いては、はい、第5問。キッチン泡ハイターは何をするだけで簡単に除菌できるでしょう。ほう。A、スプレーして2分置くだけ。B、ゴシゴシしたり、ガリガリしたり、ゴリゴリするだけ。ほうほうほう。C、えのきだけ。急に、急に。えのきだけ。急にえのきだけ。なるほど。えのきだけじゃなくて、えのきだけ。あ、ごめん、えのきだけか。えのきだけじゃん。多分。あ、俺ちょっと当てると思う。当てるな、うん。うん。えのき。急に。くぼがりそう。くぼがりそう。くぼがりそう。めちゃめちゃ綺麗な目でこっち見てる。ボーカリスト今日爽やかな格好してんねんな。そうやねんな。この企画あるから。めちゃめちゃ。全部水色やねん。めちゃめちゃ顔さ意識してんねん。ジャケットも水色で、ボーダーも白と水色で。意識しすぎ。何よりマスクも水色。マスクはええやろ。なんでやねん。意識しすぎやって。どんだけやねん。ちょっと気合入ってるもんな、クイズで。気合入ってんの。わかるわ。めちゃめちゃ水色やからな。爽やかでしないと、みたいな。なあ。言ってましたよ、本番前も。爽やかしないとって。はい、髪の毛も上げて。いつも通りですけどね、髪型は。なるほど。ああ、これ。ボーカリストか。難しいですけど、うん。頑張ってみてください。はい。続いて第6問。キッチンアワハイターは何用の漂白剤でしょう。ほうほう。A、台所用。なるほど。B、太平洋。うん。C、ヘイヘイヨー。舐めてるんですか？あの、台本を。丸、丸グーしてる。グーしてる。グーしてる。おっちゃんのグーの仕方や。おっちゃんのグーやな。おっちゃんのグー。なんかおっちゃんってグーするとき肩引くよな。右手でグーするとき右肩引くよな。あ、ジョンソン・ステイさんもやってました。やってましたね。いや、ジョンソン・ステイさんも。じゃあ次行きまーす。オッケーオッケーオッケー。続いて第7問。キッチンアワハイターは何に効果があるでしょう、はい、A、キッチンの除菌、うん、B、きっちりと貯金、うん、C、ムキムキの腹筋。いやー、なんかあれですね。全部嬉しいです ね。じゃあ続いて第8問、はいはいはい。ハイターシリーズには様々な商品がありますが、次のうち実際にあるものはどれでしょう、うん、A、カビハイター、はい、B、壁ハイター、壁、うん、C、こんばんワイパー。ほう、ハイターとワイパーを。あります。かけてきましたね。かけてきましたね。こんばんワイパーは、でもさっきもありませんけどね、みたいに言ってたくない確か。あれさっきあのナレーションでなんか言ってなかったっけ。あ、ありましたね。ありましたよね。これはボンミス、ボーカリストのボンミス。確かに。言ってましたね、そういや。言ってたよな、なんか、うん、ワイパーはないですけど、みたいな。ワイパーはありませんが。あ、まああれじゃない、なんか、あ、そうやな。言ってるの。言ってるよな。めちゃめちゃ言ってるわ。あ、だからそれもヒントなんじゃない？ヒントね。だから二択に絞ったっていうことで、ボーカリストは。なるほど、うん。これ優しい。難しすぎるから。確かに。じゃあ続いて第9問。はい。キッチンアワハイターを使って効果がある場所は次のうちどれでしょう、うん、A、三角コーナー。はいはい。B、ゲームコーナー。
C 大発見のコーナー。大発見のコーナー、僕らの C の大発見。そうですね、はいはい。まあこれはちゃんと CM 見ていただいてる方には分かるはずやと思います。すぐ分かりますよ、はい、これ。じゃあ僕らやりましたか CM 中にも。あの、悲しいんですけど、うん、続いてが最後の問題です。はい、第10問。キッチン泡ハイターで除菌、ウイルスを除去、漂白できる板は次のうちどれでしょう。板。 A まな板、うん、B 驚いた、ほ、 C びっくりした、お前いつからそこにいたの板。板です。何ですかこれ、クイズですか。そもそもダジャレです。最後はダジャレですね。 お茶の暇つぶしダジャレですか。解決ぞろいとかに出てきそうなレベル。かわいいお子さん向けのクイズでした、ね、お子さん向けのクイズですね。すごい。いやー、小島くんは全問正解できそうですか。いや、これって僕思うんですけど、これって正解は A やんたんだから全部あれちゃうの。ちょっとこれ以上はカンニングになりますから気をつけてください。これしはダメか。さて、参加するには A やんたん番組公式ツイッターアカウントをフォローしてください。はい。番組公式ツイッターに先ほどのクイズが出題されていますので、これを引用リツイートする形で回答してください。10問すべて正解された方の中から抽選で10人の方に激レアなノベリティと言われていますA やんたん特製ステッカーをフルセットでプレゼントいたします。あなたの参加をお待ちしています。以上、答えてスッキリ A やんたんキッチン泡ハイタークイズ検定でした。なんだか今日今日あった嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなど、メールでいただきました。ハッピートゥデイのコーナーでーす。はい、では早速読んでいきましょう。はい、大阪府、はびきのしのぽこさんからいただきました。ありがとうございます。A グループのお二人、こんばんはさ。こんばんはさ。なんと、今日から習い事を始めました。ほう。もう。何の習い事かというと、エレキギターです。ん？小さい頃から父がよく聴いていたギターの曲が好きで、父が最近独学でエレキギターを始めていたので、憧れて私もエレキギターを始めてみようと思い教室に行ってきました。たくさんの専門用語に頭がこんがりましたが、アンプにつないで初めて弦を弾いた感覚が最高に痺れました。これから父にバレずに家での練習も頑張ります。いつか A グループの曲も弾けるようになります。来週 A グループのライブに伺うので、皆さんの演奏を生で見られるのも楽しみです。ありがとうございます、ポコさん。ありがとうございます。ポコポコすごいね。なんかいい話、いい話をね、うん、ごめんね、ポケットにちょっと違和感あったからポップコーン出てきた映画の時。今日見てた。そう、映画見てて。ごめんね。何？なんか物を刺してる。そうそう、なんか胸ポケットに違和感あって、ポケット手入れたらポップコーン出てきた。なんで？そうそうそう。ごめんね。取れた全部。取る取る取る。問題は。めっちゃおもろいやん。そうそうそう。ごめんね、今日俺。最初から聞いてる人あるかもしれないけど、コナン見に行ってたから。そうそうそう。コナンで、そうそう、ペアセット頼んで。うん。ペアセットって、ペアやから、ドリンクも2個。あ、ごめんね、ポコ。一旦出せするわ。はい。2個ドリンクあって、うん、でポップコーンも L サイズで、うん、でかいサイズ、うん、日本ドリンク2個飲みましたよ。まあでもそうそうそう、正直そんくらいでちょうどいいかも。ちょうどよかった。なんならなくなった。いやな、最後ズーってなった、音がズーって。え、どういうこと。もう空になってるから。ああ、そう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 、めちゃめちゃ飲み切ってるよ。そう、飲み切ってすごい、めちゃめちゃ充実だったけど。さあ、改めてまいりましょう。ごめんなさいね、ポコさん。エレキギターを、めっちゃいい話だな。でもなんか、いい父が独学でエレキギター。でも父もなんか、すごいな、うん。お父さんも。うん。独学で始めて。で、憧れて。隠れて。隠れてっていうのは。な、隠れて練習して弾けるようになってから、うん、私弾けるんだよ、お父さん、みたいな。いいな。なんか、いい話、ほっこりするな。は、続きも聞きたいですけど。A グループのギター難しいんじゃない、多分。まあ、マッサンですから、マサカノさんなんか中学生の頃ぐらいからやってるって言ってたもんね。もう10年以上はギタープレイヤーなのかな。うん、できたらめちゃめちゃすごいけど。なあ、だからぜひ僕らのライブも来てくれるって言ってんだよ、うん、ポコさんが。ぜひぜひ。なんかほんまにただライブに来てくれる、みんなこれポコさんに限らずもう楽しんでいただけたらと。そうね。思うんで、うん、ほんまに声出してね、声出し OK ライブなので。いや、そうそうよ。ギャンギャン、次の日もカラス勢いで来てください。なんだ、次の日予定入れとってください。はい、そんぐらいのテンションで来てほしいわ。うん。なんか、
うん、なんかまたなんか教えてあげると大ちゃんもベースやってんやったら専門用語とか分からんもんな、初めては。分かるよ俺絶対、ある程度やったらな、うん、ポコさんの先生になってあげてください。教えますね、ベースの先生になってあげてください。俺一回、俺系予選で系というか俺いるかな、マスターの方がどうやっても分かりやすいけど、でもアンプに繋いで初めて弦を弾く瞬間が痺れたって言って、これは分かるよな。いや俺あんまあ、せえな、なかった。俺あんまベースやからなかったかな。俺もギターをちょっと前やってて、うん、あの一緒に書いてたから、はい、それこそ。え ?V字ギター。俺 V、俺 V やねんけど。うん、え、買ったあれ。買った、買った。え、なんか一緒に乗った気するの俺でも。わからん、覚えてないけど。今それ僕も初めてやってギター買った瞬間、うん、アンプ繋いだらやっぱ、アンプ繋がんとずっと夜練習しとったけど、昼前ってアンプ繋がんとやってみたら、キュイーン、めっちゃかっこいいね。かっこいいな。そう。Cコード弾いたの覚えてるわ。ええー。やっぱもうチェリーから入りますから。そうやな。みんなチェリーやな。絶対スピッツのチェリー。ギター始めるの。俺もアコギやってた時そうやった。アコギやってた時あったんすか？あったよ。初めて聞きました。俺チェリー、俺確か初めて行こう。実はギターやってたアコギ。はいはいはい。チェリー。趣味というか、うん、その感覚で。そう。で、チェリーやってた。いいっすね。チェリー、チェリーやな。まだもうチェリーから始めるのがおすすめです。うん。お子さん。本当に、いい曲なんで。いい曲やから。もうそう、いや、コナンのさ、主題歌もさ、コナンやん。さんやってさ。ああ、そうなんや。すごい、すごい言うたやん。びっくりした。うんうん、え、鶴太郎君も見たさ。見てんのかい。あ、でっか声。あ、近くまで行った。知らんわ。何やねん。大体みんな近くまで行ってるやろ、それ。フォーカリストとかも、ジョンソンとかすげえ笑ってるから。やっぱもう、そう、おっちゃんトークね。おっちゃんジョークでめっちゃ笑ってたみんな。平和やな。行ってなかったよね。そうそう。だからもうぜひ、ポコさん、お父さん、驚かしたらまたお便りください。いや、待ってください。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、大阪府高槻市から、ラジオネーム、パラケタさんからです。パラケタ。A グループさん、スタッフさん、こんばんは、ワイパー。ワイパー。いつも生放送中は寝ているので、ラジコで聞いています。そうね。僕は小学校4年生の男子です。え？小 4？ うん。まさかの。ジャニーズが大好きで、憧れのジャニーズのお兄さんたちのようにおしゃれをするのが大好きです。ママと洋服屋さんに行ったり、うん、寝る前に次の日の服を考えて用意したりしています。うん、今日、学校で服装がおしゃれだと褒められてとっても嬉しかったです。いい髪もおしゃれにしたいけれど、ママにすぐ前髪を切られそうになります。かわいい。体も細くなりたいけど、ママがもっと食べなさいと言ってきます。そうやな。憧れのおしゃれのお兄さんになるには時間がかかりそうです。うん、A グループさんはおしゃれが好きになったのは何歳くらいでしたか？参考にしてきたとかいましたか？いつか絶対ライブに行きます。うわ、嬉しい。小4からっていうのは初めてじゃないですか？うん、なかなか、ね、今ジュニアに入っても、だいぶ下の子になるんじゃない？そうだね。うん。全然入ってほしいな、ほんまに。入ってきてほしい、仲間になりたいね。めっちゃ可愛いやん、しかも話が全部。おしゃれしたいのと、うん、いっぱい食べさせられる。早いけどな、だいぶ。は、いや、最近の子は早いやっぱ。最近の子はっていうか、俺らもそんな言うて。え、なんか早いだって。まあ、そうなんだ。だって、前、まあ俺は高校生の頃とかやったけど、うん、もうそれだいぶ前やけど、うん、遊んでて、なんか屋上で遊んでたの、なんかの、うん、ビルからも、うん。で、遊んでた時に、お子さん連れたお母さんやって、うん、ほんまに3、4歳ぐらいの幼稚園児ぐらいのお子さんがいて、うんダブルのライダース着てたからね。ええー、革ジャン。マジで？そう。ブーツ履いてたからね。早っ。とんがってる感じの。めちゃめちゃ早いよ。そう。だからやっぱ早いねんなって。あ、この、親御さんとかも敏感なんかな。うん。めっちゃできてるってけど、小学生の頃。いや、やっぱジョージとかですもんね、それは。うん、ジョージとか、ドクロの T シャツめっちゃ着てた。まあ、それ、その時はそれがかっこいい時代もありましたし。時代って、でも今でもあるし。せずやった。ああ、ほんま。なんか、普通に、それこそレッスン着で行ったりして、そのままな、着替えのめんどくさいから、みたいな。あったあったあった。だからそんな、だからめっちゃ最近の、それこそ最近のみたいな、言うのめっちゃ嫌なんですよ、こういう。大人になりたくないですよ、こういう大人にな。最近の子は、みたいな。いうやつにはなりたくないんですよ、僕は。なりたくないけど。なりたくないけど、うん、けどほんまにめっちゃ敏感やなって思うのは、やっぱジュニアの子ら、ジュニアの子らって僕らもジュニアなんですけど、ジュニアのその、うん、何ボーイズビーとか、うん、中学生の子ら、うん、とかが、めちゃめちゃ服、おしゃれやな、と思って、ね、みんな。なんでみたいな。特に、ダークホースのセンちゃんがおしゃれてるな。センダ君がおるんですよ、ボーイズリー。センダが中学生なんかな、高校入ったのか。まあ、そのぐらいの子なんですけども。見た目も子供っぽい感じというか。センちゃんに関してはでも、ほんまに3、4年前か、多分小学生ぐらいの頃からおしゃれやな、うん。おしゃれだった。帽子もかぶってるし。昔からめっちゃおしゃれ。靴下とかもおしゃれやったんちゃうかな、確か。靴下出すファッションしたりしてるもんな。うん、そう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 。センダ君っておるんですけど。かなりおしゃれ。そうそう、すごい可愛らしい子で。だからみんなほんまになんか、おしゃれやな、なんかお前おしゃれやなって俺めっちゃ嫌な、
おっちゃんみたいな絡み方してます、ね。いやいや、そんなこと嬉しいやけど。あ、嬉しいかな。え、おしゃれが好きだったら何歳くらいって聞いてるわ。好きになった。僕はでもめっちゃ遅いっていう、あれでも、まあ遅い早いとかないですけど、おしゃれに。うん、僕はドラマを見てですね。IWGP、池袋ウエストゲートパークを見て、はい、世界観が大好きで、それこそギャング、ね、うん、カラーギャングみたいな、G ボーイズとかもそうですし、うん、長瀬くんもやっぱかっこいい。うん、もう、長瀬くん入りですね、僕はファッションに関しては。なるほど。100億パー。いや、かっこいいな、あれは。いや、正味あそこから全部入って、だから長瀬くんの着てたやつの服とか、うん、もう、めっちゃ似てるやつとか調べてきて、ね、いや、それ、ね、小塚さん。あ、そう、あ、ごめん、そうそうそう、別に、全く、今、俺勝手に話してたわ。なんで今の声で話すのはね。あ、かっこいい人かっていう、キングさんとかもね。そうそう、めっちゃ、そう、まあ、ドーベルマンもかっこいいですよ、あれは、正直。うん、正直、ドーベルマンもかっこいいです。黒タンクトップもね。わからなくなってきたから。ドーベルマンやばい。ドーベル、鼻チェーンのドーベルマンやばい。あそこからですね、僕は。確かに、昔のドラマの、雰囲気めっちゃかっこいいもんね。お、ほんまかっこいいよな。俺別のドラマ最近、昔のやつ見たけど、はい、それもかっこよかったもんね。風間くんと生田斗真くんがやってる、はいはい、やつ。我々の直属です。秋葉原アットマーアットディープやったかな。はいはい、はい。それも見せてもらったけど、なんかめっちゃ、はいはい、いや、ちょっとオープニングとかめっちゃ、そういう感じだよ、はいはい。昔の感じ。いきなりそのやんちゃな人が追いかけるみたいな瞬間、なんか平成かっこいいよな。平成かっこいいね。俺めっちゃ驚いたから、もう髪型とかももう半年以上前から平成リバイバルしてるんですよ。あら。一人で。平成、確かに。矢吹隼人。あ、そうなの髪型を目指して。へ、いや、なんかだからちょっと俺逆に、矢吹隼人わかる、うん、わかる、矢吹隼人目指し、え、何、矢吹隼人極戦とかで、そうそうそう、あ、なんですけど。うん、で、だから逆に言うなら、うん、その、篠四くん、パラケタさん、パラケタくん、うん、パラケタくんに言うなら、ちょっと違うことするのおしゃれやなと思う。ああ、確かにね。最近のやっぱ流行りの服とかもあるけど、うん、だから、一回俺みたいな感じで、うん、前髪はまあお母さんに嫌いるかもしれんけど、うん、ちょっと襟足伸ばして、見たら、うん、急にモテるかもしれんな。平成好きからしたら。なるほどね。平成好き女の子おったらね。小学生。いや、小学生に平成好きおらんのちゃう。平成好きおったら。いや、いないでしょ。みたいな。極戦っぽないみたいな。いえ。髪型極戦っぽないみたいな。なるほど。これ、体細くなりたいけど、もっと食べなさいは、あ、お母さん合ってる気する俺。あ、ほんま。俺も、昔もっと食っときゃよかったと思う。あ、逆に。俺もっと、身長高くなりたかったから。まあ、関係もある時はありますもんね。うん。ない時はないけど。食って、やっぱ体ごつよ、かっこいいで。まあ、そうやな。うん。まあ、でもまあ、食いながらちょっと運動とかしたら。あ、運動しなかった。そう、ちょっと走ったりとか、うん、するだけで全然ちゃうと思うんで。うん。まあ、パラキタ君が。僕もデブやったんで、昔。はい。気になるやつは、小学生の気になるわだったけど、はい、パラキタ君ありがとう。ありがとうございます。続いてはですね、ラジオネームあやかさんからいただきました。二つ年上の彼と付き合っていた頃、お、急に、帰りが大人やな。急に小4から大人になりましたけど。二つ年上の彼と付き合っていた頃、はい、まだ19歳だった私は一緒にお酒は飲めないのが悔しくて、うん、その頃はお砂糖たっぷりのカフェラテしか飲めなかったのに、少しでも彼に少しでも近づきたくて、彼が好きなブラックコーヒーを練習して飲めるようになりました、うん。ですが、別れてからは手に取ることはなく、今日久しぶりに買ってみると、あの頃のブラックコーヒーは甘くて幸せな味だったのに、今はすごく苦しくて、苦くて、切なくなりました。でもあの時は、このブラックコーヒーが甘く感じるほど素敵な初恋をさせてもらってたんだなぁと気がついたんです。甘く懐かしいハッピートゥデイになりました。歌詞やん。もうおかしいやん、これ。あいみょんさんの歌に出てきたやん。何これ、実はほんまに。めっちゃいいやん。甘く懐かしいハッピートゥデイになりました。おい、これ。こんな締め方ないですよ、普通。ハッピートゥデイは。こんなコーナーじゃないですよ。めっちゃすごいやん。いいなぁ。いいなぁ。やっぱあの頃は、彼とおった頃は甘くて幸せやってんて。うん、いいね。ファーストラブ、あ、タバコのやつと一緒やな。そうやな、タバコのフレーバーが、ブラックコーヒーの。そう。フレーバーみたいなことやねんな。確かにな。変わるんやろな、やっぱ環境によってな。いや、そうやろな。それはそうやろ。変わってしまったか。変わってしまうか。味変わるよな。そういう素敵な初恋は二つやって。うん、ええー、な。いや、おもろいな。見返そうぜ。見返そう。どっちが振られたか分からんけど。それで、こっちが振ったかもしれんから、どうせ。あんま今んとこ。そうそうそう。臆測やから。いや、でもいいっすね、ブラックコーヒー。いや、いい話。いや、ちょっとでもなんか。急にまた違う大人のハッピーツでもらったんで。いや、ちょっと今日のハッピーツでもらうよ。ギュッと心が締め付けられました。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、東京都、あゆかさん。小平市から、ラジオネーム、ゆうりさん。
ゆり。A の二人、ヤンタンスタッフさん、こんばんは、ワイパー。ワイパー。今日あったいいことは、高校のお友達と DVD 鑑賞会をしたことです。いいっすね。社会人になり、外で遊ぶことが多かったのですが、A の DVD を一緒に見ようということになり、あ、嬉しい。家でピザを頼み、鑑賞会をしました。ガチや。かっこいいポイントを共有したり、お互いのおすすめポイントを紹介し合ったり、お友達と見る鑑賞会とっても楽しかったです。はい。A の皆さん、DVD や雑誌が出るたびにこうして日々幸せもらってますよ。ありがとうございます。いやー、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。しかも東京都から。ハッピートゥデイだ。DVD 見たんだね。ね。何やろ、今言ったら。直近やったピアリーな。あ、ピアリーなんですか。お天道本が出ましたけど。お天道本ですね。嬉しいなぁ。いいね。ライブ DVD 鑑賞会でします？自分で。家で。いやいや、自分のやつ俺見ひん。あ、見ひん。あんまり見ないな。そうだね。俺見る。見ひん、見ひん。見ひんな。自分の映像とか見ひん。見ひんな。え、スタッフさんまたピアリナ見てくれたんですか？勉強会。あ、見てくれたんですか、ピアリナ。あ、もう見てくれたんや。あ、じゃあ今4人いますけども、一人ずつ MVP 聞いてみます？あ、ほんまや。A グループの中の。頭を抱えたジョンソン。時間かかりそう。じゃあ、はい、1枚読むから。思い出すの時間かかってんな、あれ。6人で誰がいいんかって。誰がいいんか。思い出すの時間かかってんな。悩んでる。どんな何やってたっけみたいな。どうですか？これ時間かかりそうやったら1枚読んでる間に決めてもらうとかする？なんでやねん、そんな走んか。ちゃんとそんな本気やねん、みんなも。いや、ちゃんと、めちゃめちゃ時間かかりそうやから、めっちゃガチでやらせたいから。もう全然いけますよ、みたいな顔してるって。もう決まってますけど、みたいな。決まってます。まあ、じゃあ読んどくから、その間に。じゃあ、俺読んどきますか。うん、じゃあ、いきますね。じゃあ、大阪府豊中市の中桜。はい。大阪府豊中市か。豊中市、ごめんなさい、ごめんなさい。豊中市の、あやねるさんからいただきました。はい。あやねる、ありがとう。A のお二人、ヤンタンスタッフさん、こんばんは、ワイパー。ワイパー。私のハッピートゥデイは、電車でおばあちゃんに席を譲れたことです、うん。あ、いいですね。今までも何度か譲ろうとしたことがありますが、うん、次の駅なので大丈夫ですと言われたり、別の方が先に譲ったりと、なんだかうまくいきませんでした。うん、ですが、今日、ついに渾身の席どうぞを決め、おばあちゃんから、あら、ありがとうと素敵な笑顔とお返事を受け取ることができて、うん、とてもハッピーになりました、うん。今日担当のお二人は、電車に乗るときの定位置やルーティンはありますか？おー、ありがとうございます。いいですね、アヤネルさん。アヤネルさんはね、そうか、ついにできたんやって、席譲り。ねえ。勇気いるけどね。席譲り一番最初何歳ですか？うわー、でも俺、うん、小6の時とかかもな。俺も小学生やねん、確か。そう覚えてるもんな、ね、やっぱやったこと、うん。なんかできたっていうの嬉しいよな。嬉しい、嬉しい、嬉しい。ですよ。で、アヤネルさんが聞きたいのは、うん、電車に乗る時の定位置やルーティン。定位置やルーティン？ルーティンってのはむずいな。あんまない。ルーティンはないよな。ルーティンはないな。席乗る前になんか、でも席座る前にちょっと何して、趣旨動かすとかね。なんか。あ、でも、普通だ新聞読むとかなんてことだ。あ、俺じゃうけど、ルーティンっていう意味で。お父さん世代の方とかやったらね。かなぁ。確かに。あと何やろ。電車に乗る時の定位置。定位置か。定位置。俺でも橋開いてたら橋行くよ。俺も橋がいい。俺橋にも、あの寝る時間すっごい幸せやんな。俺寝られへんくなったわ。電車で寝られへんの、新幹線も最近寝てないな。電車で寝るのすごい好きやねん。なんかめっちゃ寝落ちすんねんな、毎回。もう入って、2、3分で寝落ちする。早っ。全然、なんか急に眠くなる。でもさ、なんか、あれやん、こう、横の人にさ、首とかこう、行ってもらったらめっちゃ申し訳なくなっちゃうやん。俺も絶対いい感じしある、今。あ、いい感じしんがある。いい感じしある。もう前か、後ろ。あ、そうなんや。もうそれだけ。あ、そうなんやけんな。後ろにもたれかかったりする結構いい。ああ。まあ、やりすぎたあれですけど。うん。なるほどね。あ、そう。で、体勢はないと。俺は橋座る。橋で、その次そのなんか、棒みたいなのあるやん。はいはいはい。あ、次そこやな。橋なかったら。いいっすね。ってくらいですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。あやねるさん、ありがとうございました。決まりました。一個戻りますか、お便りさ。さあ。京都。じゃあ A グループの MVP を一人ずつ、うん。言っていっていただきましょう。4人いますね。います、高橋さんは。はい。じゃあまず、ボーカリストから。うん。末澤さん。末澤さん、いきましょう。末澤さん、いきましょう。それもやっぱボーカリストとして、そうやな。ボーカルの、あ、違うって言ってる。そうじゃないやん。違うの、違うんかい。違うのであれやけどな。別に違うんでもいいけど、はい。なんで、熱くしてやるぞが良かったと。熱くしてやるぞ、あの、僕らの代表曲、ファイヤーバードのセリフですね。熱くしてやるようですけど。熱くしてやるぜ確かに。熱くしてやるぜって言ってました。熱くしてやるぜ神奈川で言ってもらおう。熱くしてやるぜな、言ってもらおうか。熱くしてやるぜ
僕らストバイブネタ熱くしてやるのになるわけか。ああ、いいですね。うん、面白い。次、誰行きます？挙手制で行きますか。あ、はい。上手。お、リチャード。リチャード。リチャードました。それはなぜですか？あ、ストラフでやって。あの、ストラフでの演出や。ストラフでの演出か。ソロ曲ね、リチャードさんの。ありましたね。一人で。歌う曲のストラフでの何漕いでるところ。漕いでるところが良かった。めっちゃバカにしてる動き。いや、バカにしてるか。めっちゃ溶けた動きで。な、溶けてた。リチャ君も表現してます。あれ、リチャ君何回もやり直して、いろいろ頑張ったよね、調整。そうそう、ピアの見てくれた方はわかるんですけど、あれ結構ね、難しいんですよ。そう、難しい。あの、坂になってたりするんだよ。そう。あの、花道みたいなところをリチャ君が台車で乗って、泳いでる風に表現するんですけど、あれが結構ちょっと坂になってたりしてるな。最初リチャ君もほんまにビビっちゃって、うん、いや、あれビビるもんな、誰でも。だんだん早くなって。そうか。で、振付師さんもちょっと時間ないから、ちょ、リチャ、いけない？みたいな。ダメ？みたいな。いや、これはきついっす。そう。で、でも自分なりになんか編み出して、うん、本番でも完璧でしたからね。完璧だったね。そうそう、ありました。そこに MV ありました。リチャード入りました。さあ、僕ら二人はまだ出てないですが、はい、さあ、誰でしょうか。誰行きます？発表。どうに？いない？ん？いない。まさか。二人辞退する。あ、辞退だけで終わり。そんなことある？え、辞退？辞退、なんか一人堂々辞退してるじゃん。じゃあ、何ですか？あ、ツンツンくん。ツンツンくん。まさやさん。あ、佐野くん。佐野くんだ。はい。理由は、ちょっと理由聞かないですね。はい、うん。あ、歌うまかった。歌がうまい。ここでやっと生徒な理由。ここに来てやっと生徒な理由。してやるぜも生徒ですけどね。そうか、佐野くん歌うまい。まあ、まさやも、それこそソロ曲で、カラオケのね、100点みたいなのを、やらせていただいたんで。うん、あれ、うまいもんな、あいつは。そうね。あいつさ、歌うまいんだよ。100点を取るしな、ね。100点取る。カラオケ100点取る男ですから、うん。そっか。なるほど。なるほど。まあ、僕ら出てませんけど。はい、はい。まだ出てませんけど、ね。まあ、僕らもしっかり、やってもらいましょう。じゃあ、最後の方、お願いします。お願いします。まさかのくんやって。あいよ。あいよ。お疲れした。お疲れした。ありがとうございました。お疲れ。変わるよ、今日のやんた。今日俺、この方がよかったな。なあ。今日ちゃうかったな、今日。俺はおらんかったわ。最初にエモいコンビですけど、みたいに恥ずかしい。何もエモないわ。名前でんコンビやな、ね、い。お前、選ばれでもせんかったよ。選ばれんコンビや。俺やんだけど。それはなぜまさかのなんですか？うん。頑張ってた？余ってたからや、ね。頑張ってたから。余ってたから。余ってた。俺ら二人も余ってるんだ。余ってたからやった。余ってたから。全員一緒ぐらいやったってことじゃん。ああ、そうね。そうそうそう。消去法というか。危ない危ない。ああ。まあなんかちょっと腑に落ちない結果になりました。腑に落ちない結果ですけれども。腑に落ちない結果ですね。まあまあまあ。今回のライブで見返しましょう。そうね。でも見てくださってるのもな、このライブ映像も。そうね。ありがたいわ。あの、さっきのゆうりさん。ゆうりさんね。うん、まあゆうりさんのおかげで変な空気になりましたとだけ伝えておきます。じゃあラストです。いきます。はい。ラストいっちゃいます。はい。東京都東村山市から。ラジオネームバズさんから。バズ。今日のハッピートデイは断捨離を兼ねて衣替えしたところ、ポケットから2000円出てきたことです。ほう。自分のお金なのに得した気分になりました。ほう。A さん、貯金に回したいと思う。あ、A さん貯金に回したいと思います。ありがとうございます。A の二人は思いがけず得したことありますか？ほう、ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいね。俺もこれ結構やるよ。何を？なんか俺は新しい服とか買ったらそこに1000円パッていくとして。おぉ、なるほどね。なんか、気づいたら、みたいな。気づいたら、うわ、線出てきたが楽しいから、俺、革ジャンとかに入ってんちゃうかな。そんなできんねや。できるねや。いや、まあ、できひんよ。この、性格じゃないそれは。ああ、性格。そうそうそう。でも、得したことというか、昔、うん、昔というか、まあ、今の人、その、おじいちゃんち、行った時に、うん、たまに、1円玉が、フィーバーのように出てくる時とか、座布団めくったら1円玉で、机動かしたら1円玉で、何それ宝探し。そうそうそう、みたいなのがあって、うんそうそう。んで、1円玉を1回1万円集めたのかな。嘘つけよ !1 万円、1000円かな ?1000 円かなんかを、あれじゃ、俺じゃないで。うん。おじいか、おばあか。ああ、忘れたけど、そう。なんか集めて、換金しに行ってたの覚えてる。100円やったかな、そんなに ?100 枚かな忘れたけど、何枚か集めて、換金してたけど、そんぐらいのこう、1円玉が多分今もやけど、めっちゃ転がってんのよ。そう。で、たまに1000円出てくる。あ、そうなの、もうほんまにそれは、その大使みたいな意図的じゃなくて。おじいおばあが、全然そんな意図的じゃなくて。で、俺が、おじいちゃん1円玉見つけたね、って、落ちてたね、って、おお、宝探しやー、って言うんですけど。あたかも自分が仕掛けちゃったかのように。そうそうそう、全然もうほんまにもうその辺にパッパやる。置いてるだけなの。そうそうそう。でもそれはちょっと昔あったな、うん。得した、なんか得した感あったな。確かにね。いや、嬉しいよね、1円で。嬉しい嬉しい、見つけれたら。うん、見つけれたとか出てくるから。
いや、バズさんありがとうございます。ありがとうございました。はい。このコーナーでは、あなたからのメッセージを。あ、ちょ、ハッピートゥデー大賞。あ、そうですね、ごめんごめん。ハッピートゥデー大賞ステッカー1枚を、プレゼント。読むこれ。じゃこれあれや、新コーナー始まってたん忘れてた。あの、そうね、やったことあるこれ。あるけど、俺、大賞選んだことはなかったわ。あ、ほんま。ハッピートゥデー大賞っていうのがあって、それを選ばれた方、うん、今日のハッピートゥデーの中から選ばれた方が、うん、ステッカー1枚配られるっていう。はい、なるほどね。ルールですか。紹介体制が選んでるって言ってる。あれ、それが俺が選んだっけ、うん、リチャ君じゃない大勢らしいね。うっそ、これはもうみんな言ってる。俺か、俺とリチャ君にしてって思い違えてねえ。そこいいね。なんでもあれ佐野くんらしいで、しかもえ、うそ、リチャ君ちゃうらしい。え、リチャ、佐野くんとやった記憶はあります。リチャ君がええなって言ってただけや。佐野くんとやったっていうのは覚えてます？今思い出しました。思い出しました。申し訳ないです、すいません。でも素直でよろしい。はい、なるほどなるほど。これ大事よ。でも今日結構いいハッピートゥデーばっかやったからね。まず MVP を決めろって言ったユーリーさんはないです。そうね。すいません。そういうのはちゃうかったな、今日。僕らが、あの、アンハッピートゥデーになったんで、ユーリーさんのせいで。ユーリーはないな。うん。じゃあ、決まりました。はい。今日のハッピートゥデー大賞は、はいけど、うん、小学4年生のパラケタくんでーす。パラケタ。おめでとう、パラケタ。今寝てるやろけど、なんてやつや。うん、寝てくれ。明日も学校やろ。明日ね、ちょっとヤンタンお母さんか。確かに。聞いて。ラジコで、うん、レディコで聞いたら、うん、えみたいな。僕選ばれてるみたいな。そうやね。ステッカーの色何色がいいんやろな。あー、そうやろな、まあ。紫とオレンジ以外か。だってどっちでもいいか。そうやな、うん。そんな感じは、でも近くで見てる人が選んでくれへんやろ、俺なんか。うん、俺ら、また悪なったわ。アンハッピーツデーだったわ、また。アンハッピーツデーですね、でも。よかったわ。よかった、よかった。頑張ってくれよ。かっこいい小学生になってくれ。頑張ってね、パラキタくん。ということで、このコーナーでは、あなたからのメッセージをお待ちしております。嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことやりますなどのお話をメールでお寄せください。以上、ハッピーツデーのコーナーでした。いつもやんたん、レイディアン、そうさ、MBS、It's a happy day。やったやった、今日は A グループ福本大成と小島健がお送りしてます。今日は楽しい企画が盛りだくさん。シュ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 リケン、シュニンちゃんニンニンニン終わりでした。今回のジングルは、はい、始まってる。申し訳ないです。知らんかった。大発見のコーナー。おい、何してんねんお前。何してんねんお前。めっちゃ水びしゃびしゃこぼしてん。関係ないよお前。もうジングルも終わったよお前。始まるときにお前。何落ち込んでんねんお前。聞いてる人に申し訳ない。カフあげろお前。カフ担当お前無理あかんお前。最低限の仕事やろお前。申し訳ない。カフをあげるという仕事も行ってしまいました。そのびしょびしょの服も大切です。いや、そんないらんねんよ。ちょっと、はい、後でオフショット撮っといて。はい、まあ、はい、大発見コーナーですけども、まあ、このコーナーはまだまだ知らないことも多い僕たち A グループのメンバーにぜひ知っておいてほしい、はい、いろんなことをリスナーさんから教えていただくコーナーです。それが大発見なのか、中発見なのか、小発見なのか、僕たち二人で判定します。メンバー二人ともが大発見の札出したら、番組ステッカーを一枚プレゼントいたします。はい。はい、ということで、まあ、早速参りましょう。よろしくお願いします。まあ、今日も参ります。まずは、はい、大阪府茨城市の限界ナースからいただいた発見。聴診器ができたきっかけは先生がテレ屋さんだったから。ん、はい、まあ、気になるでしょう。今や医療に欠かせない聴診器ですが、もともとはそのようなものはなく、患者さんの胸元に直接耳を当てて聞いていました。しかしながら、女性の胸元に耳を当てるのが恥ずかしいと思ったある医師が、筒状のもので音を聞いたのが聴診器の始まりのようです。私は看護師をしていますが、患者さんの診断をするときに、聴診をするときに、さすがに直接耳を胸に当てて聞くのはしんどいので、恥ずかしがり屋の先生がいてくれてありがとうございますって感じです。はい、限界ナースが調べてくれましたよ。面白い、ね、面白いから、うん、これ俺、ああ、言わんとこ言ったかも。ああ、もう言ってるけどな、それ。まあ、スタッフ調べもありますよ。1816年。あ、聞く？スタッフ調べ。聞く。あ、聞く？うん。まあ、一応調べてくれたんで、うん、一応じゃあ、
まあ、適当に吹きながら聞いてください、じゃあ。うん、1816年、フランス人の医師、ルネが心臓病の若い女性の診察したときに、女性は恥ずかしい素振りを見せた。この女性は太り気味で、胸に耳を強く押し付けないと心臓の音が聞き取りにくいので、ルネは気を使いながら診察。この時ルネは、女性に恥ずかしい思いをさせないで心臓の音が聞けないのかと思うようになりました。その後子供が2人、長い棒を使って遊んでるのを目にした。ルネはこれをヒントに、なんだかんだで聴診器の原型を発明するのであった。はい、むず、なんだかんだが気になるな、めっちゃ。まあだからもうなんだかんだこの女性が太り気味とか、うん、胸に耳をつけなあかんとか、うん、いろいろあったからな。なるほどね。っていうことじゃない。でやってみたらそれが今やね、欠かせない聴診器になったと。うん、面白い発見。面白いね。1個目からありがとうございます。じゃあ参りますか。はい、いきましょう。決まった？うん。オッケー。せーの。大発見！イエーイ！おめでとう！おめでとう！限界ナースおめでとうございます。限界ナースさんにはステッカーを1枚プレゼントいたします。大発見一発目からいい出だしです、うん。では、いい調子なのでまだまだ参りたいと思います。はい、次は、大阪府東大阪市の千秋のママちゃんからいただきました。過去のヤンタン、差し入れのコーナーがあった。A ヤンタンを聞いている佐野タンの娘、変わらないジングルが耳に入り、高校の頃に聞いていたスターダストレビューのかなめちゃんのヤンタンを思い出し、うん、懐かしい気持ちになりました、うん、昔友達からヤンタンに差し入れしたら名前呼んでもらえるよとお誘いを受け、 MBS の受付のお姉さんに差し入れを預けに行き、迎えたヤンタンの生放送、うん、今日の差し入れは〇〇さんからいただきましたと放送内で本当に紹介してもらえた上、うん、ヤンタンステッカーが数枚届きました。ちなみにその頃のヤンタンステッカーは反り返ってませんでした。はい、まあ、ちなみにスタッフ調べもあります、うん、当時この番組の AD でしたが、手作りのおでんなども受け付ける、今では考えられないのんびりした時代でした、うん、へー、これ、これボーカリストの話や。あ、そういうことか。もう過去な、過去を生きてきてるからすごい、やっぱすごい、ああ見えてすごい人やからね、ほんまに。そうやな、すごい人やな。すごい人やな。俺らちゃんと似せていよ。いやみたいな。いい気分だって。いい気分だってもしかして。グーグーしてる。グーグーしてる。あ、そうなんや。そうそうそう。手作りのおでんとかやったの。そう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 。ほんまに昔は、ね、スタートレビューさん、今でも流れてますけども。うん、流してもらってますけど、ヤンタンでもうほんまにそれ差し入れで、だから俺らでも差し入れもらった。今日は〇〇さんから、うん、千秋のママちゃんから差し入れいただきましたみたいな発表して、うん、でご飯食べさせてもらってたってことやな。でもジャニーズも昔バレンタインとかあったって言うもん、トラック。はあ、そうなんや。ああいうことやもんな、トラック。はあ、はあ、うん、そうやな。まあこれはこれで、まあゆるゆるゆるの時代もんな。ゆるゆるの時代ほんまにのんびりというか、だ手作りのおでんとか、まあ今はな、そういうのは危ないというか、そうやな、いろいろあるからな、うん、危険みたいな風になってますけど。差し入れのコーナー、しかもヤンタンステッカー数枚届いてたやって。今よくて1枚そうやな、俺らがそれを大発見とかやらなあかんしな。そう、反り返ってもなかった。そう、反り返ってるって何だ。いや俺らのやっぱ反り返ってるんじゃない、ヤンタンステッカー。反り返ってる、輪ゴムで止めてるからし。あ、違うんや、出来上がった時から反り返ってんねんって。え、あ、そうなんや、ステッカー。はいはい、ああ、そうなんや。そうだっけ。あ、そうなんや。まあなんか作りがちょっとちゃうんじゃない、うん、まあでも、でかいですからね、我々。そうだ、確かに。だからその分ちょっと反り返っちゃうかも、うん。はい、って感じですけども。じゃあ早速、千秋のママちゃん。はい。なんか千秋が、あれや。佐野とあんなんや。え、あ、じゃあ、千秋の娘様のこれ。そうそうそう。うん、千秋のママちゃん。え、やな。え、じゃあ、千秋が娘さんや。あー、オッケー、なるほど。あー、よかったの。じゃあ、参りますか。はい。今日一の受け今日一の面白かった。なになになに、今のやりとりが面白かった。どっちでもええ、どっちよくないわ大事やろ、どっちでもよくないこういうの大事や、大事やから。そうやな。じゃあ参りましょうか。はい、決まった、決まった、いきましょう。せーの、大発見。大発見、大発見。はい、おめでとうございます、千秋のママちゃん。わあ、緑色が届いたらいいやろうけど、この番組はそんなことしませんよ。紫送りますおい、それなんかもう紫罰ゲームみたいな、いいのそれ自分で。めっちゃ嫌やで、めっちゃ嫌やで、選ばれへんかったから有利の質問から全て狂ってるから、うん、はい、自分で罰ゲームみたいに持ってってるよ。それも有利のせいやな、今日はもう、はい、紫送りつけた、はい、残念です。ね、でもめっちゃ嫌なんやつ、うん、自分で言ってて傷ついてんのめっちゃ、傷つくよもちろん
めちゃ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 ガラスのハートやから。めっちゃ面白いねんけど。はい。もう今のところ2個連続大発見ですけど、はい、まだまだいい調子で上がっていきます。島根県松江市のルイさんからいただいた発見です。うん、指切り幻魔は針を千本飲む前におそらくおかしくなる。これ意味わからん？うん。オッケー、説明します。指切り幻魔の幻魔は握り拳で1万回殴るという意味です。うん。ハリセンボンとかが注目されがちですが、実はその前も怖いんです。だからもう指切り幻魔って言った時点で、なるほど、握り拳で1万回殴る。1万回もな。ああ、なるほどね。これは怖いな。確かに。シンプルな、ルイさんの見つけた発見ですけど。なるほど。決まった？決まった。オッケー、行きましょうか。はい、せーの。大発見！条件！なんで？なんか幻魔っていう、なんか俺聞いたことあるな。聞いたことなかったわ。指切り幻魔やもな。うん、そうそうそう。幻魔がだから握り拳1万回。なんか、いや、俺も、あって思い出したけど、なんか聞いたことあったな。もう知ってた？軽く。うん。なるほどな。ってだけですね。はい。じゃあ、残念です、ルイさん。残念。ルイさんで途絶えました。もし発見記録。ゲンさん責任を負うなんか、ゲンさんのせいで。大勢が知ってることが悪いですから。そう。まだそんぐらい知ってないとね、クイズ部、ジャニーズクイズ部ではないですね。そうですからね。確かに。やっぱ強いですね、大勢さん。はい。じゃあまだまだ続いてまいります。兵庫県川西市のダーちゃんからいただいた発見です。昔 USJ に MBS 提供のアトラクションがあった。知ってるこれ？分知らんわ。オッケー、じゃあ読みます。うん、USJ に MBS のスタジオがあった際に、まあそもそもあったんですよ。うん、USJ の中に。テレビプロダクションツアーというアトラクションがあり、うん、中にスタジオがあって、そこで何名かのゲストと一緒に映画の効果音を録音するっていうアトラクションがあって、ドアの開け閉めや砂利道を歩く音とかを実際に体験できるテレビ制作の舞台裏を紹介するゲスト参加型のアトラクションがあったそうです。そう、うん。俺もこれは知ってたんですけど、うん、この、ちゃんとこんなアトラクションやったんやとは今初めて知ったの。すごいな、そう。ほんま USJ 内にあったらしいんですよ、MBS スタジオ。はい。で、ここでも、入ります。ボーカリスト調べ来ました。キラーン。2006年まであったアトラクションで、うん、2006年までやってんだ。そもそも USJ できたんでも結構最近やんな。まあそうやな。やけど、まあ、最初からあったんかな、うん、ってことやんな。うん、で2006年頃まであって、うん、時間や曜日によってはアカシアテレビやセアネンなどの番組をガラス越しに見られたりしていました。当時のテレビ制作の現場はなかなかハードで、至る所で倒れ込むように寝ている若手スタッフがたくさんいて、うん、テレビプロダクションツアーがリアルな現場すぎると言われていた。みんな弾いてたらしいです。あ、やっぱテレビってそういうな、今よりもっとハードな時代だったらしいんで。確かにな。そうそうそう、なるほどな。そういうのがあってみたいな。収録も見れてたんやて。だからUSJ でめっちゃおもろいな。おもろいな。 USJ だって遊びに行ったらこれリアルを見るってことだもんな。そうやな。確かにな。面白いな、それはそれで。そうやな、映画とかそういう空間を、うん、あれやもんな。もう面白いけどな。面白いけど。スパイダーマンも寂しいね。え？スパイダーマン。いやー、俺も。寂しいね。あれ、スパイダーマンと、スパイダーマンだけか。今回の。スパイダーマンかな。だけか。うん。スパイダーマンな。そう、今、ボーカリストが普通に雑談して、って驚いてる。スパイダーマンなくなるんですよ。そう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 。話は、ね。あれ、もう、無理ないっけ？まだいけるんかな？期間あるんかな？まだいける、まだいける。年末とか、なんか、ちょっとの間、あるよね、確か。あ、ごめん、あれ、これ、ごめん、俺、嘘の情報かも。嘘かもしれないです、皆さん。で、あと、ターミネーターもちゃんとしか。ねえ、ターミネーターもそうよね、ターミネーターもか。ほらほら、そうやね。そうや。で、ごめんなさい、来年1月。来年1月。だから、まあ、年、まあ、そうやな、年始ちょっとしてからなんで。ターミネーターまで、確か。いや、俺もちょうどほんま一週間前ぐらいにな、うん、乗ったんや、スパイダーマンを。あ、ほんま。そうよ、もう寂しいよ。いや、寂しいな。最初のあのさ、うん、これネタバレとかじゃないか。もういっか。写真撮るところのあれとかおもろなかった。最初の？スパイダーマンでさ。あ、はいはいはい。最初はさ、写真撮るとこあるわけよ、スパイダーマンで。最初はってなんの？最初はっていうか。最初はってなんの？最初から。最初ちゃうやん。最初ちゃう、全然。なんだそれ、なんで言うの？だから嘘つくん。スパイダーマンが、うん、こう、ハイチーズって最後言ってくれのよ。ネタバレになっちゃうかもしれないけど。で、俺らはいつもそこでピースとかするわけやん。うん、けど、実際はそこじゃないみたいな。あるやん。はいはいはい。スパイダーマン。だからそういうのとかも、話できひんくなるもんね。あれは、USJ あるあるって大阪じゃん。あれこそもう青春の集まってますからね、僕らの。いや、スパイダーマンめっちゃ乗ったで。高校の頃とかもずっと学校帰りとかに行ってね。うん、行ってたな。ガラキン、
あの、ガラギとか言ったら、空いてる時ね、空いてる時とかもあるじゃん、時間帯的によっては。そうやな、まあ、平日の昼間とかな。そう、平日の昼間とか空いてる時あったのよ。うん、まあ、そうやな。その時、ごめんなさいね、その時にめっちゃ走って、その、ありましたよね、お前仕事終わりとか行ったり、そう、仕事終わりとかあったから、そういうタイミングよくね、うん、そういう時にガーって、あの、走ったりとかの思い出だもん、俺。走ったり、思い出。あ、レーンを。いろいろ。そう、そこまでの列をね、早く乗りたすぎて。ありましたね。いやいや、ごめんなさい。ちょっと違う話になりましたけど、大丈夫。いや、あったね。まあ、MBS って一個。一個だけでかっこいいのは、うん、綾小路麗華様おるやん。はいはいはい。ターミネーターの名物、案内人。面白いな、うん。あの、ターミネーターのアトラクションとスパイダーマンは、そのまま終了するけど、綾小路麗華様に関しては、今後未定って書いてんねん。ほう。だから、どうなるか分からへんねん。どっかでトークショーとか。やるかもしれない。はぁ。ねえ、うん、それこそ MBS 提供アトラクションがまた復活してそこの支配人みたいな。そう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 だな、やろ。多分分からんけど、分からんけど、うん、多分ないと思いますけど、はい、ごめんなさい、ちょっと USJ の話白熱しましたが、はい、じゃあダーちゃんの発見、うん、判定いきます。ちょっと待って、何だっけ、USJ 内に MBS 提供アトラクションがあった。分かった分かった。はい、 OK? OK、 じゃあいきましょうか。せーの、大発見、よいしょ。はい、ダーちゃん、ダーちゃんにもステッカー送ります。はい、ルイさん以外はステッカー3人ともおめでとうございます。ありがとうございます。ルイさんは大勢が知ってたということで、大勢にブロックされましたね。いや、もう、まあ、しゃあないから、そういう企画やからね。そうそうそう、全員にあげてもしゃあない、俺ら本気やから。うん、そう、本気でやってますから。でも今日はね、まだまだ紹介しきれへんかったぐらいいっぱいいいのあったんで。あー、ほんま。これはまた次の回にも、いや、残しておきましょう。多分次の回もだから大発見ばっかじゃん。いや、マジ分からんけど、俺もう全部大発見レベルでした今回は。ちょっと分かりそうと打ち合わせして見ようかな。見てください。うん、いやー、はい、はいはい、まあいつ出るか分かりませんが、ということで以上、知らんかった大発見のコーナーでした。それではここで1曲お送りします。ヤングタウン日曜日を担当中の三遊亭トムさん、トムさんが出演していた2005年のドラマ信太をプロデュースの主題歌です。修二と明で青春アミーゴ。ヤンタン55周年曜日対抗ヤンタンバックキャッチコピー選手権。はい、去年リスナーさんと一緒に作ったヤンタン 55T シャツに続いてグッズ第2弾の発売が決定しました。すごい、第2弾、ね、T シャツと同じイラストレーターの朝野ペコさんが描いた各曜日のモチーフのデザインが今回は可愛いトートバッグに登場ということで、はい、キーホルダーも全7色キーホルダー付きですね。で、全7色でございます。そうですね。はい。旧キーホルダーがありまして、キーホルダーも7色。これ見てください。今僕らの元にはこれ、本物ではないんですが、はい、まあ、こんな感じになるよというテスト品があるんですけども。はい。いいっすね。かわいいね。かわいいね。うん。めちゃめちゃかわいい。T シャツがかわいいもんな。そうやね。どうですか、着てます？え？着てます？ T シャツ。着てるよ。本物ですか？うん。僕も着すぎても毛玉がすごくなってきて。嘘。おもそもそも。結構着てるでしょ、僕。そんな毛玉、そうそうそう、毛玉もすっごいでっかくて、うん、そうそうそう、あれにちょうどいい、ダンスレッスンの時、はあ、ははあ、そうですね、うん、ダンスレッスンでも使いますよね。使いますね。ここはでももう私服で着すぎて、私服で着てんの、毎日洗濯しちゃって、そうそうそう、私服で着てるの、そうそうそう、着てる、え、着すぎて、あら、ちょっともうボロボロになってきて、うん、ねえ、ちょっとなんか本当ですかそれ、本当です、私服で着てます、本当に、はいはい、見たことあるでしょ、僕、いや、ないっすね。あれ、はい、僕とあの日おって、はい、仕事で毎日ほぼ会ってますけど、はいはいはい、見たことないです。あ、本当、はい、おかしい。おかしい。下手くそやろ、言い訳ってかな、下手くそやろ。このトートバッグが出るわけですよ。うん、そうしたらもっと使っちゃいませんこれ。これ使っちゃうね。ね、可愛いよね。うん、でこのキーホルダーがめちゃめちゃ可愛いんですよこれ。いや、そうやね、うん、俺そっちにもう注目してて、うん、それめっちゃいいわ。ちょっと透明、なんか半透明じゃないけど、なんか透ける感じ、あれなんですよね、あのちょっとスケルトンで、なんて言ったら、うん、デザインが飛行機のパスポート、航空券、え、航空券、うん、を意識してるらしくて。なるほど、そうそうそう、かわいいね。でこれおしゃれなの書いてるわ。うん、ちょっとバーコードの下に工夫というか、何これ、創意工夫があるんですよね、あの、はいはい、制作ので。これ言っていい、まあ、バーコードって下に番号とか書いてたりしますよ、うん、ビーって線いっぱいあって、うん、そこの番号っていうか英語とか番号が書いてあって、うん、シンス1967-1002ってなってるんですけど、うん、1967年10月2日から始まった、うん、ヤンタンが始まった日付ですよねこれね。なるほどね、
おしゃれ。おしゃれやね。めっちゃ可愛いよこれ。可愛いな。まあカラーもね、僕たちカラーみたいなのもあったりするんで。うん、カラーね。うん。ミッチーカラーもありますしね。あら。なにわ男子の道枝カラーがあります。うん、じゃあ A グループ6かな。6に分ある？6カラーありますよね。A グループ6色カラーもあるし、あるし、プラスなにわ男子の道枝ピンクもありますから。A プラスミッチーピンク。ピンクで。ミッチーピンクがありますから。ミッチーファンの方はぜひ、ぜひ、ぜひお揃いで買ってください。うん、でね、まあこんだけ可愛いトートバッグの発売を記念して、まあヤンタントートバッグを使った全曜日対抗企画を決行いたします。何ですかこれ、熱いですね。初めてじゃない？うん。他の曜日。1年半やってきてますけど。No。うん。で、このルールがありまして、うん、1、トートバッグのキャッチコピーを各曜日で考える。はい。2、どの曜日が考えたキャッチコピーかを伏せて、伏せて。5月22日月曜日にヤンタン総合公式ツイッターで人気投票を行う。もう熱いね。はい。で、これはツイッターアンケート機能を使います。うん。3、最も人気だったキャッチコピーを6月からのトートバッグ販売の際に使用。6月からもうやな。もうです。もうすぐに出ちゃいます、うん、だからもうこれ聞いたらもうすぐやり、すぐはできんな。月曜日まで待たなあかんな。そうです。嘘つきました。まだ月曜に、月曜に出るんやな。月曜に出て、月曜日に行くに行うから、そうね。で、結果発表が、結果発表が来週の5月24日。僕らの時に発表させていただけるっていう感じですか。あ、A ヤンタン。そういうことだね。ヤンタンの中でも、A グループの時に発表させていただく。だからもう22になったらすぐみんな行った方がいいわ。これで忘れちゃうから。そうやな。24日結構締め切り、あれだから。まだこれは伏せてやから、ほんまに分からんよな、うん、もうほんまみんながいいと思ったやつをやってもらってって感じですよ。そう、ほんまセンスが問われます、うん、で、人気1のキャッチコピーを考えた曜日にはなんと、はい、賞金5万5000円を贈呈いたします。すごい。こう55周年ね。55周年にかけて55万じゃ、55万じゃはあれダメですか。はい、そこはちょっと55万ちょっと厳しくて。あ、本当ですか。ごめんなさい。ヤンタンもちょっといろいろありまして。55周年ということは55万いや、切りがいいんじゃないでしょうか。すいません、そこに出したいところなんですけれども、はい、5万5000。なるほど。はい、出せないです。そこはすごいな、賞金あるよ。賞金ね、うん、いや、初めてじゃ賞金とか、ね、力入ってますね。本気やな。本気ですね。勝ちに行きたいですね。で、これね、使い道はリスナー還元も含めてパーソナリティが自由に決定できると。ほう、これは何なんやろな。で、どうします、どう使います。むずいな。これはほんまにちょっとみんなでだから、うん、打ち上げじゃない普通にね。普通に、いや、パーソナリティーとして、うん、リスナー還元はせず、うん、リスナー還元に余ったリスナー還元しますお釣りね。余ったお釣りプレゼント企画しますお釣りプレゼント企画。いやでもまあまあね、リスナー還元ってできること少ないもんな。いやいや、何できるんかな。工夫次第じゃない俺らの。なんかあれか、ステッカーをに使うかとかやな。でもそうなってくるもんね。ステッカーでもこれ以上増やしてもな。いやもうな、なだからあんまいいの思いつかばん、あんまいいの思い浮かばんから。リスナー還元、まあ確かにリスナー、うん、だから来週あれでしょ、結果発表が分かって、うん、あれやったらその、もし俺らな、名前伏せてやるけど、うん、もう選んでいただいたら、はい、その時とかに送ってほしいけどな、こういう風に使ってほしいとか。ああ、そうね、うん。確かに。使い道みたいなのも送っていただいて、うん、もう勝てるか分からんけど、これは。いや、でもこれは打ち上げ説が濃厚ですね。打ち上げ説やな。もうだって一番反応良かったもん、今日。おおみたいな。みんな上向いたもんな。うん、下向かんと。おおおおみたいな。これはみたいなと。いいねそれは。ちょ、なんかやってたって今。何やってた？見たことした。ジョンソンステソンがやってました。A ヤンタンのジョンソンステソンが一人で再現してました。下向いて、上向いて、おおの顔。おっちゃんが一人で表現されてました。何だよ見てました、僕。はい。いちいち俺見て、うわ、見られんかったわ。いや、ちょうど見たタイミング、なんか下向いて、おおって。再現してくれてた。そんなんしてたんや。そうやな。美味しいもん食べてほしいな。そんな人に。ああ。そんな再現してくれる人に。いや、頑張るわ、俺ら。あとあれや。あれしようよ。ん？もうこれはでも5万5000、関係ないか、5万5000円は。うん。10万人突破プレゼントよ。スタッフへの。そうや、そうや、そうや。ツイッター。いや、俺ね、ずっと、これずっと思っててんけど、うん、そうそうそう。みんな忘れてるよ、だって。いや、忘れてないよ、俺。見忘れてるやん、絶対。いや、話したか？ここ半年ぐらい。
半年前ぐらいにそれが決まって。話してもだってもう進まんやん。いやだから進めようや。進めたいよ。進めよ。俺は進めたいけど。進めよ、もう絶対に。なんか、まあ、これはもうあれか、5万5千じゃなくて自腹ですからね。重いですから。うん。そうやな。これはちょっと待っていただけたら。うん。はい。10万人のやつ待っててよ。あっと、多分2週間後くらいちょうど、届くんじゃないかな。何が？いろいろ。いろいろ皆さんへの気持ちを。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘です。期待せんといてください。期待せんといてね。嘘かい。こっちで適当に喋ってるから今。嘘かい。おっちゃんのドス聞いた嘘かい怖いね、関西弁のおっちゃんの嘘かい。早く10万人のやつ買わなもんね。なもうちょっと仲をしましょう、僕らも。いや、なんかしたいです。で、5万5千円は、まだその時に決めますか。還元も含めてね。みんなね、どうしてほしいみたいなのがあったら。でも、打ち上げしてほしいって声が多いんじゃない？打ち上げ。で、バナナ親父も呼ぼうよ。そうね。お前久しぶりに。足りん分はバナナ親父に出してもらって。5万5千円で足りんかったら。そうなかなかの人数なるもの、多分。そうだって10人ぐらい。ちょっと待って。あ、エンディングこういうことか。しや。まあ、ということで、皆さん、ぜひキャッチコピー選手権に参加してください。はい、来週の結果発表もお楽しみにしてください。いや、俺は結構自信あるんで、キャッチコピーこれ。はい。本気で、結構本気で考えましたね。はい。みんな。水曜日のみんなで考えたんで。そうそうそう、はいはい。ちょっと本気でやってるんで、多分全部いいと思うんですけど、その中から苦渋の決断していただいて。はい。多分ね、まあ僕、ファンの人やったら分かってくるんじゃないですか、僕らが選んで。いや、ファンの方でもいいと思ったやつやっていただいてね。あ、まあそうね。そうそうそう。それはもう分からんからな。誰になるか、まあまあ、たくさんメールいただいたんでご紹介してもよろしいでしょうか。はい、ねえ、もう、寂しいな。あと2分や。いや、一緒やったわ、今日。どうもよ。ラジオネーム、ニーニーさんからです。うん、北海道のコーン寿司は本州のコーン寿司に比べてね。バリ美味しいので、はい、行く行く、北海道行く、時間があった際はぜひ食べてみてください。北海道行く、これはマジで熱いの。ちょっと待って、コーン寿司には目がないですよ、私。小島さんが目がキラキラして、はい、ここでブーストかかりました、今日。いや、ちょっと残り1分半ぐらいでブーストかかりました、小島。おっそーだよ、これ。このメールもっと早くれよ。コーン寿司来たよ、これ。クソ、ミスった。食いてー、コーン寿司。うわ、食いてー、腹減ってきた。食べたいな、北海道。やば。え、何がちゃうんやろ。いや、コーンがちゃうんでしょ、多分。コーンがもうその場で取れる、北海道の。北海道で取れたりして送ったりするじゃない、お仕事、大阪で食べる。うん、それがもうなく新鮮なままいけたりするから。確かに、ね、ちょっとこれは行きたいね。これ北海道のコーン寿司とオニオンサーモンとかけうどん、茶虫、小島セット小島セット。いや、俺もちょっとコーン食おう。いや、もうダメよ。え、コーン家で食べたらええやんって言ってたもん。いやいや、全然否定はしてない。俺らは否定はしてないけど。いやいや、それ言っちゃった時点でも人として終わりです。いや、そんな俺今日重罪犯した。重罪です。滞在すぎひんの。ダメです、滞在です。あなた一つの滞在を犯しました。じゃあもう一枚来てますね。もう一枚来てます、うん、もうこれで締めましょう。めっちゃいい締めだ。ギリギリ。東京都ラジオネーム萌えさんからいただきました。皆様こんばんは。お気づきかもしれませんが、はい、あと1週間でプライドが YouTube で公開されてから1年経ちます、はい、再生数がずっと伸び続けている。すでに830万回再生を超えており、1000万再生まですぐなのでワクワクしています。 A グループと共に成長し続けているプライドがこれからもっとたくさんの人の耳や目に触れ、もっともっと愛されていきますように。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ。そうなんや、プライドまだ伸びてるもんね。1年、もう1年、1年か、まだ、うん、まあ分からないけど1年経って、うん、1年でもしかしたら1000万再生迎えれるかもってことやね。そうね。すげえ。楽しみです。プライドが成長する。俺も見ます。俺らも成長していくんで、これからもよろしく。ありがとうございました。小島健でした。小島でした。連続クイズ。